眠い、寝ても寝ても眠い、寝ても寝てもって寝てないんだけど、そんな寝足りない。いや、もう夢ばっかり見るし。しかも気づいたら20位になってるし、まあ、そこは仕方ない。ありがとうございます。私はやっぱね、寝てると大丈夫なんだよね。多分ずっとこう座ってたりすると痛くなってくるんですけど、今までは今ずっと寝転がってたから大丈夫そう。おしめ全員参加してて誰が一番分かんないから私でいいの、間取って。逆にその間に入れてラッキーかも。整体でいいのかな、分かんない。整体って土曜日もやってます。でも行った方がいいよね、こんな痛いの。ちょっと怖いもんだって。ちょっと眉毛だとアイロンだけしたらご飯作ります。今20位あの起きたらめっちゃ下がってた。もうそれさっきの9時半くらいに終わっちゃったから。でも16位くらいで終わったんだよね。いや、みんなが今細投げてる間に私もちょっと眉毛とか描いちゃいますね。これね、でも腰が痛くなったことがないからどうしたらいいかわからない。私も病院に行くべきなのか。痛いな。腰にでも力入れると余計痛くなっちゃうから。痛いっていうかなんか変、なんか筋肉痛かなみたいな。いやでもダンスかなとか思ったりするのよ。ミユがさ、え、なんかもしかしたらガンかもしれないからって言ってさ、やめてよって言って「いやそうかもしれないからやめてよ」っつって、結構焦った顔で言ってくるのよあの子。ね、本当だったら全然笑えないんだけど、確かにすごい、ね、逆にありがとうって感じなんだけど。
整体接骨院っておいくら万円する？2日前くらい3日前か今日で3日目だから3日前くらい、2日前くらいから親って思った。汗で場所による。どの辺って言ったらいい？あ、いや痛いわ、ここ、この辺、ここが骨盤です、ここがお尻なんですけど、この辺です。でもゴリゴリしたら気持ちいいことは確か。待って、セルニアやばい、ヘルニアは怖い。でもお姉ちゃんぎっくり腰になったことあるんだよね。お姉ちゃんヘルニア持ちな気がする。ヘルニアって遺伝って言いません？言わないか、ずっと遺伝だと思ってたんだけど、お姉ちゃんヘルニア持ってる気がする。足にしびれはない。接骨院行ったらこれヘルニアですねとか分かるもの？それは分かんない、それは病院行かないと分かんない。でももし今日行ったとしてさ、しびれ出ないわ。じゃあ普通に腰が痛いだけ。痺れはないや。じゃあ一旦接骨院行こうかな。全然大丈夫ね。接骨院っておいくらするの？誰か教えて。3000円くらい。痛いわ。だから腰が痛くてもお腹が別に空かないんだよね。食べたいんだけど、食べてたわ昨日も普通に。何やねんって感じやね。でもなんか遠いとこ行くのめんどくさいから家の近くが良かったりするんだけどな。もう諦めて明日行くか。洗濯もしたけど、
明日日曜日だからみんな休み、もう無理無理です無理。いやでも今日でショールームイベント終わるからちょっとゆっくり休めそうだから一旦今日休んでみてって感じにしようかな。確かに湿布買えばいいのか。湿布買ってみる。ひとまず。でもすごいこれ星だけでさ、ごめん話変わっていい？星だけでさ6万十何万ポイントから6万8000ポイントに行けるってこと？今日最後で10位以内入れるかな？みんなにお願いしてもいいかな。今日は終わったらすぐ寝ようかな。これもしかしたら2の時間を変更して1時間半にしちゃう可能性もあるかも。またお伝えするけど、それだったらそれでも大丈夫ですか？まあ、早めにみんなには教えるつもりだけど、もしかしたら感じです。あとここ巻いたらご飯作ります。今日はご飯と味噌汁と鮭のホイル焼きと卵焼きにします。ウインナーあった方がいいかな。そう、18時半から7時59分ってこと。ウインナーいる？鮭もあってウインナーもいりますか？いるか。卵焼きも作るよ。ご飯、味噌汁、鮭、ウインナー、卵焼き。OK。任せてちょうだい。任せてちょうだい。でもちょっと昨日の油の処理だけしてなくて、しろよって感じで。なんで木村文乃さんのやつ見てるって分かったの？旅サラダ見てる私土曜日の朝いつも旅サラダ見ちゃう。なんでか分かんないけど、1222日ありがとうございます。
さ、この辺も巻いた方がいいのかな。ミュージックなんとかのやつめっちゃみんな可愛かったです。そういえばミユさんはあの後帰りましたよ。おかずブツブツ交換会して帰りました。よし作るよ。行きます。あ、そっか、10月か。おはようございます。10月よろしくお願いします。10月めっちゃめんどいやつ。10月か、そうだったね。ねえ、早いね。あと2ヶ月、3ヶ月も、約3ヶ月で終わりということでしょう。困っちゃうわね、早すぎて。22歳になっちゃうよ。本当だよ、気づいたらもうきっと22歳になってるんだと思います。私やばい、もう大人だよね。22歳ってでも普通に考えたら。ちょっと洗い物をささっと先に行っちゃう。しちゃったか。今日の夜はオムライスにしようかなとか思ってる。もうオムライスは美味しそうに見える、美味しそうに作れないことがちょっとあれだけど。でも具材的にもオムライスのものがあるし。マジでお皿割れすぎて、これもちょっと割れてるんだったね。お皿をそろそろ調達することを始めようかと。
もセリア可愛いよね。フライパンは一回水につけて、ホイル焼きの準備をします。あ、サラダまだいけそうよ。ネギなかったので、しめじと鮭だけで、やりたいと思います。やってしまった。玉ねぎあるもんだと思ってた。まさかのね、鮭をそんなに一切れ、どうしよう。一回一切れだけやっちゃう。あと一切れは後に考えるとして、冷凍できますか？絶対にできるよね。じゃあ1個は冷凍します。怖いんで。オムライスに玉ねぎは使う。さすがに買ってから帰るよ。さすがに買ってから帰るよ。それはね、それは私もないと思う。別にケチャップライスってさ、炒めなくてもいいんだよ。私炒めないとダメだと思ってた。そんなダメとかはないだろうけど、炒めた方がいいもんだと思ってた。甘いのは絶対に無理な人なので、しょっぱいのです。しめじを適当に
むずい。ちょっとしめじ、しめじも冷凍して。全部冷凍しちゃう。本当に卵焼きの甘いのだけは食べられないんだよね。頻繁に料理をしないから何が何の食材があって何の食材がないとか分かんないんだよね。そういうことなんですよ。冷凍庫本当にパンパン。私がポテトとか買うから。鮭を包みます。あ、何にも調味料入れないで包んでたの。何入れようかな。一旦バター入れて、また追いバターですね。バター、醤油、胡椒かな。すごい、19ミリだとそんな縮まったの、すごいね。こんな感じ。ホイルに包んだら、火つけて、ちょっとだけ水を入れて蓋します。蒸し焼きみたいな感じかな、包み焼きって言ったらいいんですかね。で、蓋をしますと。と言ったら、ちょっと空きスペースがないので味噌汁先に温めます。ウインナーを挟んでいい？ウインナーを挟んで冷凍になっちゃってる。
お猿さんってむずっお猿さんってどうやってやるの。冷たいな。でもカニさんも好きなんだよね。ちょっと味噌汁が温まったんで、汁さんはもう向こうに運びますと。本当に2日分しかちゃんと作らなかった。えらい。今まで作って、もう多いよ、残っちゃうよって言ってたのがなくなりました。今日は。はい。味噌汁完成。一旦フライパンと鍋を洗います。え、むず、狭っ。ご飯も用意しないと。ご飯のお皿、あ、あ、ホイル焼きは本当はニンニクとか入れたかったんですけど、ちょっと朝なんでやめとくわ。あ、上がった。ありがとう。やっと上がったね。キュウリ。じゃあ僅差ではあるっていうこと？
みんなが配信できてないのがね。いや、もうお願いだから10位以内には入りたい。もう本当にわがまま言ってるのは分かるけど、本当にお願いだから10位以内に入りたい。いけないフライパンが。今日の7時59分までです。でもそうだよね、この前もイベントあったばっかだもんね。そこがちょっとあれだけど、逆にみんながイベント終わる時間帯には配信できるのかな。すごかったね、ちゃんと番組だった番組だったってかめっちゃ出てたね。本当にもっと少ないのかと思いきやだよ。みんなもそうだと思ってたよね。あんなしっかり出れるとはって感じだよね、きっと。え、もうできたのかな。すごいできたそう。卵を入れたら、ここにポン酢と醤油ちょっとと水を入れます。水を入れることでふわふわになります。味噌汁がずっと待ってくれてる。
同時進行ができない、むずい。私こんなにランキング上になれると思ってなかったから、もうね、ここですら嬉しいの、私としてはね。そう、混ぜたら、混ぜたらフライパンに火をつけます。いや、マジでうまいんで、任せてください。マジで上手だと思ってます。嘘とかないか。ご飯もね、早く出してって言うの、そろそろ。よし、行きます。卵2個だったからちょっと少なかったかも今日。こうなんかでちょっとふわふわにするんですよ。そしたらもうちょっと中が半熟かもっていう状態で最初は巻いていって大丈夫です。全然、あと割れても大丈夫、あの中の方が。全然画角ミスってる。水入れるとマジでふわふわなの。マジでふわふわなの。パンだけ取り出すわ。一旦パンバックさせて。でもなんか右が太くて左が細い卵焼きになってる。
な感じ。でも入れすぎるとマジであれなのが、私は目分量だけど、そう、なんかパップパップなんてなるからあとかさ増しにもなる。私もこの作り方でずっとたまご焼きは生きてるので、もうこれがラストの卵焼きです。さて、うまくいくのか。うまくいった。ブルンブルンなんだよね。わかるかな。わかんないよね。こんな感じです。うん、上出来じゃない。ちょっと鮭がどうなってるか一旦見てみたい。何時？割と結構時間が。ギリではないか。洗い物は入ってきてからするとするから。めちゃくちゃいい感じ。でサラダでしょ。卵焼きとウインナーを入れる。なんかない。あ、全然見えない。さっきこんな感じ、全然見えない。こんな感じ。バター醤油焼きかな。ちょっと胡椒です。かけすぎたかけすぎた。めちゃくちゃ有能だわ。めっちゃ大きく冷凍するんだけど、お母さんめっちゃちっちゃくやってくれてた。
月の断面を見せてあげましょう。こんな感じです。適当なんだけど大丈夫。ちょっと余っちゃった。余っちゃった分は後で食べるか。後日食べます。こんな感じ。9時半やん。めっちゃ時間そんなない。30分ぐらい飛んでる。ということで朝ごはん完成しました。ちょっとご飯だけほぐすね。なんでご飯をほぐすかって、冷凍だから。冷凍だからですよ。サラダ昨日と同じ位置でいいかも。あ、サラダ使い回しとかじゃないですよ。正しく作りましたサラダ。使い回しとか一切しておりませんので。さあ、写真の撮り方ガチで下手くそだね私。でもあんまり写ってほしくないものがいっぱいあるから。こちらから卵焼き、ウインナー、鮭のホイル焼き、サラダ、ご飯、味噌汁。見える？です。どう？美味しそう？完璧？やったねー。すごい。道田咲ちゃんの唐揚げ2キロはやばい。
よし食べます。せーの、いただきます。長芋はちょっと使わなかったです。うん、ウインナーはシャウエッセンなので美味しいです。よし、サラダ食べよう。うん、うん、元気よ。鮭食べます。鮭ってまあ普通に塩焼きでも美味しいんですけどね。うん、骨がある。もう10月だってやばくない？食べたら自分なんですけど、ありがとう。おいしい。もうみんなやってないからだからな、やってないからだからな。かぼちゃ美味しそう。タコタワー、嘘。すごい。MM ルールズさん、MM ルールズさん、タコタワーありがとう。かごたん、タコタワーありがとう。嬉しい。おメモします。10月ってやばい。サラダ食べちゃおう。もう味しない。
昨日作ったから。この前にもしたことがあった？ MMV さんの？いつ？さっき2回やったの。リリオスさんもタコタワー？ん？そう知らんかった、ごめん。リリオスさん、タコタワーありがとうございますありがとう。メモメモします。10月でやばいって。もう秋やないか。バレないなげつさんに。全然バレてくださいバレてください。意外とみんなが見てるもんだな。配信してる側でも全然気づかない。うん、レインボースターもありがとう。いっぱい来てる今ね。秋っ子大好きだから。なんで暑いよね。でもん？嘘！タワー？レインボースタータワー？ありがとうございます。山猫坊主さん、すごーい。あっという間に。でも今これタワー分だったんだ。すごい、ありがとうございます。ありがとう。でピー、レインボーってなかなかすごいんだよね。本当だ、もう差がすぐ縮まった。ありがとう。びっくりしました。ありがとうございます。皆さんもぜひレインボースター待ってて、まあ投げてもいいかって思ってたら投げてください。こんな朝から食べられないわ。うん、お腹いっぱい。ご飯が減らない。すごい、みんなレインボースター持ってる。ありがとう。
え、卵焼きマジでうまくないですか。あ、ちょっと隙間あったのバレた。まあでもありかし上焼きな方。からスパイファミリー、そう。マジ？楽しみ。何時ですか？いた。違う？あ、王様のブランチギフはやってないんで憧れだったから見よう。フレンチトーストもまだ残ってるんだよね。もうお腹いっぱいで喋れない。何この iPhone 14? 14 Pro だった。生写真だ、そう。生写真発売されるのでぜひゲットしてください。ハロウィンだよね。にゃんにゃんにゃんってやつ。よろしくお願いします。ね、もうハロウィン？お願いします。お腹いっぱい、本当にお腹いっぱい。ツイート載せようかな。
そんなことしてたら余計にお腹空かなくなっちゃう。携帯だったらお腹空かなくなっちゃう。ちょっと一瞬あのツイートすればいい、いいよって言って。朝普段食べないからこのお腹が苦しくなるんだと思う。すごっ、もう16分あと3分ポイントだって。やっぱ僅差なんだねこの変化だから、すごい順位変動があるのかな。乗せたよ。あ、ハッシュタグついてないわ。消す。一回消してもう一回投稿させて。ごめん、コメントしないでみんな。コメントしないで。追消しする。追消しした。
よいしょ。どうしよう、お腹いっぱいどうしよう、お腹いっぱいなんだけど。まあ、帰ってきて食べれそうなものは帰ってきてから食べます。あと10分味噌汁飲んじゃう。今日は半分食べました。あ、すごい。お腹いっぱい、もう一回寝たいくらい。じゃあまた夜ですね。でも最近は寝坊したって思ったら全然寝坊してなくて、普通に朝で焦る時が多い。ってなってもいい夢は見てないよね。
かなった。毎週あったら寝る時間ないわ。こんな天気で余計眠くなっちゃう。雨でも眠いけど、どっちも眠いよね。どちらも眠いね。洗濯したくなっちゃう。押せばよかった。もう間に合わない。お腹いっぱいしか言えない。もうお腹いっぱいすぎて洗い物もできない。もう寝転がりたい。一回3分寝転がるわ。ただもう50分寝転がっちゃったとかなっちゃうね。よし、じゃあランキング見ます。13位カセアットマークダイヤ軍団さん、ありがとうございます。フニーマーさん。11位リョータットマークトリモモシさん。10位ワイキアットマーク今日も一日ガンバさん。9位クニさんオッキアットマークナンバさん。8位 TK トンからアットマークタイのナトリドンさん。7位マーボさん。6位大粒ちゃん。5位変わった変わった。あ、13位リョータットマークトリモモシさん。12位ワイキアットマーク今日も一日ガンバさん。11位クニスさんオッキアットマークナンバさん。10位 TK トンからトマークタイのナトリドンさん。9位マーボさん。8位大粒ちゃん。7位アカネちゃん。6位プラットマークナトリドンさん。5位リボンさん、リボンさん、リボンちゃん。4位マーさん。3位マネコ坊主さん。2位リリオスジンヨシさん。1位 MM ルールザットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さんです。タワーもありがとうございました。ありがとうございます。ということで今日もレッスンがあります。帰ってきてショールームイベントして楽しい夜にしましょう。ビルカサカサで今死にそう。あとでも2分ぐらいあるか。こちらこそ朝から見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。頑張ります。皆さんもお仕事ある方頑張って、お休みの方はゆっくり過ごしてください。
皆さんお仕事ですか？すごい、でもこんなに差を縮めてくださってありがたいです。ありがとう、本当に。そっか、ゆっくりしてってね。じゃあありがとう。私はレッスン頑張ります。じゃあちょっと怖いんで1分だけ早めに終わっとこうかな。それでは行ってきます。バイバーイ。またね。さあ縮めてくれてありがとう。行ってきます。バイバーイ。